俺がまた部活を始めたのはみんなに出会えてもう一度仲間を信じたいって思ったからなんだ。連戦連敗、雑草チームが奇跡を起こす実話に基づく痛快青春ストーリー、絶賛公開中。走れ T 校バスケット部。志尊淳、佐野勇斗をはじめ旬のイケメン俳優が勢ぞろい。しかしキャスト全員がバスケットボール初心者。どうしたらいいですか？壁を乗り越えるにつれて高まるバスケットへの思い。それでも全員の思いが一つになった時、物語と重なる深い絆が撮影現場にも生まれていました。本日は映画の撮影舞台裏に完全密着。こうやって T 校が作られました。普段は絶対に見られない貴重なお宝映像を一挙公開。映画「走れ T 校バスケット部」秘蔵映像一挙公開。まずは映画のストーリーをご紹介。県大会で一度も勝ったことがない弱小チーム只野高校、通称 T 校バスケット部。あれおかしいな。おい、陸上とバスケどっち大事なんだよ。すまん。それもそのはず、練習に身が入らずうだつの上がらないメンバーばかり。だいたいニュアンスは分かったかな。今日からこのクラスに、そんなある日、新しい仲間が加わります。転入することになりました、田所陽一です。白水のバスケ部だった田所陽一くんがうちに転校してきたんです。自分の手じゃん。白水って言ったら名門ですよ。バスケの名門校で天才プレイヤーとして名を馳せた田所陽一が加わり、チームは激変。目指せウインターカップ出場です。すっげえ奇跡起こしてやろうぜ。やった。目指すは全国大会出場。しかし、お前まだこんな弱小でバスケやってんの？陽一には誰にも言えなかった過去が。俺さ、いじめにあってたんだ、白水で。もうお前一人の問題じゃない。俺たちみんなで戦って乗り越えなきゃいけないんだよ。気づけばかけがえのない仲間たちが。自分のプレーでみんなを引っ張っていく覚悟はある。はい。迎えた全国大会予選決勝。強い絆で結ばれた雑草チームに奇跡は起きるのか。原作はシリーズ累計120万部突破のベストセラー、実話をもとに描く青春エンターテインメント。主題歌はグリーンが担当。この作品のために書き下ろした新曲「贈る言葉」が物語を彩ります。絶賛公開中、映画走れ T 校バスケット部。主人公陽一を演じるのは2018年上半期ブレイク俳優第1位の志尊淳。キャプテン俊介には今年6本の映画に主演クラスでの出演を果たしブレイク中の佐野勇斗。俺のホームは T 校バスケ部じゃん。さらにスピードスターのトール役に鈴木勝弘。カイリー・アービングっていうハンドリングのすごい名手がいるんだけど、まあそれは知ってるよね。バスケオタクで寿司職人の息子川崎に戸塚純喜。このスリーポイント入ったらさ、俺と付き合ってよ。モテるためにバスケをする巻園には佐藤寛太などまさに旬のイケメン俳優が集結。そこで本日は撮影現場の秘蔵映像とともに彼らの知られざる素顔に迫ります。
しそ。早っ。茶のです。まずは志尊淳、役者魂をかけたクランクイン。チームのエース陽一を演じた志尊淳。映画最大の見せ場、それがこの華麗なシュート。しかしそのシュートシーンこそ志尊淳を最も苦しめたのです。撮影期間はおよそ1ヶ月。バスケ初心者だった T 校メンバーはおよそ3ヶ月前から特訓を始めました。エースを演じる志尊淳も距離が近いボードまでの今2歩歩くあれがないです。どうしたらいいですかこれ。どうしたらいいですかこれ。試行錯誤。演じるのは元天才プレイヤー。レベルの高いプレーが求められます。今まで頑張ってたらそれがいいんじゃない。現場には元日本代表選手を招き徹底指導。すると、そんなに意識せず、徐々に火がつき始めます。君の場合はまずシュートがうまくなりまして、シュートフォームにしてもやっぱり自分で考える力があるので、やっぱり質問が一番多いですよね。誰よりもうまくなりたいんですとか、やっぱりもう気持ちが強いなというのがまあ第一印象ですね。猛特訓の末、少しずつシュートの精度を高めていきました。果たして本番で成功するのでしょうか。迎えたクランクイン当日。ハイブの皆さん、怪我のないように頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。初日からいきなり試合の撮影、当然プレッシャーがかかります。県大会初戦、悲願の初勝利を目指す T 校が陽一のシュートによって得点を決めるシーン。しかし、はい本番。シュートが入りません。そしてし見事ゴールを決めました。そうですね、まあ、正直前から練習してきたんですけど、まあ、みんな不安でみんな未経験者なんで、だけどこうやっぱ
ぱりそのちょっとドキュメンタリーじゃないですけど、普段の僕たちと延長線上でみんなで応援し合って、初日がバスケのシーンだったからこそ、なんかこうチームワークが深まった感じがしました。すごく楽しかったです。苦手だったシュートを克服、まさに役者魂を見せつけた瞬間でした。続いては満身創痍、ボロボロになって挑んだ男。俺たちみんなで戦って乗り越えなきゃいけないんだよ。陽一の理解者俊介を演じた佐野勇斗。俊介、勝利の鍵を握るスリーポイントの名手として活躍するチームのキャプテン。よし、今年だけでも主演級の映画に6本も出演。多忙を極める中、限られた時間を精一杯練習に費やしました。しかし、過度なトレーニングで足に負担が。スポーツには自信のあった佐野勇斗、しかし体は悲鳴を上げていたのです。果たして大丈夫なのでしょうか。そしてクランクイン当日。よーい、はい。そら、撮影するのは俊介がスリーポイントシュートを決めるこちらのシーン。果たして。満身創痍の体に鞭を打つ堂々とした姿。さらに別アングルでの撮影では、なんと一発で成功。よかったな、練習した甲斐があるんだな。練習したかった、ちゃんと努力がちゃんとね、よかったです。もう裏切らなかった、裏切らなかったです。やりました。続いて、旬の若手イケメン俳優が集結した映画チーコーバスケット部。他では見られないお茶目な舞台裏ベスト5を大公開。第5位、悶絶資産純。強化合宿シーンでのオフショット。始まったのは英語を言っちゃいけないゲーム。いたいた、好きな運動なんですか。好きな運動、いたいた、僕ですか。玉蹴り。玉蹴り、はい、そういう過ごしで詳しく聞いて、足で玉が出てきます。どんな感じのやつ。え、ルールは丸い。あー、やっちゃった、引き出そうとしちゃった。かわいい、引き出そうとしちゃった。かわいい、今のかわいかった。かわいい、かわいい、かわいい、あいって、絶対あいって、すごいし。そこにメンバー1の大柄アミニーマル1が。やめようよ。用してないやつ、中に来るやつ。普段は見られない志尊淳悶絶の表情。こんなことして絆を深めていったんですね。続いては、 T 校一のイケメン先生降臨。 T 校メンバーの担任教師を演じるのは、甘いマスクが人気の千葉雄大。王子の田中先生役の千葉雄大さんです。はい、では何度かお願いします。
見ての通り学校一のイケメンの先生なんで、女子はもうこの時間が超楽しみな。やりづら。実は志尊淳とは古くから気心知れた俳優仲間。嬉しいです。涼しいね。この人がいるんで、やっぱどんなに暑くても涼しくなるというか、やっぱ爽やかさでね、ねえ、やっぱ爽やかのあれなんで、あれなんで、あれ社交辞令違うよ、本音、本心。先生に見えますか？先生にしか見えない、本当にこれは、マジで。さっき俺、一番最後、一人帰ってきた時に、どうした？先生ドラマや映画では見られない2人の貴重なオフショットに胸キュン。続いては激レア早見あかりがあの名曲を披露。ちょっと始まる前から何ビビってんの、情けないねえ。 T 校バスケ部の奇跡を支えるマネージャーひろこを演じた早見あかり。舞台裏では奇跡のサービスショットが。怪盗少女はカラオケでよく歌わされるから歌える。これはちょっとこれこんなんない。それは私がいなくなってから世界を照らしなさい。桃色のハートを狙えるうちに。あー桃色見えた、桃色見えた。ももクロ時代の名曲、超貴重なお宝映像ありがとうございます。続いては竹内涼真が登場。君ならできる、頑張って。君はこの旬の若手俳優が勢揃いする現場で、この日は T 校メンバーにバスケを教える大学生役として竹内涼真が登場。インスタグラムのフォロワー数はなんとおよそ220万人。すると T 校メンバーは、ここぞとばかりに記念撮影。志尊淳も一緒に。こんな最高に可愛いオフショットをいただきました。第1位は超仲良し T 校メンバー。物語中盤、練習に励む T 校メンバーが給水へ。高校生らしい無邪気なシーンですが、舞台裏では、はい、スタート。実はトラブルで蛇口が閉まらず水が大放出。パンツ俺びっちゃびちゃだ。確実に言えるのは戸塚純喜は確信犯です。自ら濡れに行きました。確実に見てください、あの一人だけ、あの逆に一緒一緒。とにかく仲良しな T 校メンバーでした。いよいよ撮影も大詰め、最大の山場、決勝戦への挑戦。快進撃を続ける T 校バスケ部、 T 校バスケ部は全国大会出場をかけた決勝戦へと駒を進めます。主演の志尊淳には新たな課題が。ゆっくり、最初ゆっくりです。強くなったチームの中心人物を演じるため、今まで以上に卓越したプレーが必要です。決勝戦を戦う映画にとってのクライマックスシーン。監督からはこんな要求も。やっぱりワンカットでこうパス回ってシュートまでカット割らずにいくと、やっぱすごいね、いいんだよね。そこを一緒に作っていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝戦を戦うにふさわしい流れるような連携プレー。ここかい、
そう、チームも弱小のままではいけません。撮影後の夜も練習は続きました。元日本代表のコーチからのアドバイスにも熱心に耳を傾けます。撮影入ってからもやんないとやっぱりもう本当にね、できる人たちと対決するんでね、差が歴然としちゃうの。できる限りみんなで頑張ってます。こうやって T コーが作られました。はい、迎えた決勝戦シーン撮影日。撮影するのはパスをもらった陽一が相手を抜き去りシュートを決めるシーン。チームの連携と個人技が必要です。よーい、はい、俺たちはどのチームにも負けないぐらい固い絆で結ばれてる。よーい、リコースファイト。現場にも緊張感が。見事成功。このプレーに触発されたのか、他のメンバーたちも。プレーを連発。スリーポイントの名手を演じる佐野勇斗も見せ場を見事クリア。相手チームとも喜びを分かち合う。全員で励まし合い乗り越えた映画、それが走れ T コーバスケット部。映画と重なる彼らの成長に誰もが心を動かされました。バスケットボール初心者だったメンバーが人知れない努力と仲間との深い絆で導いた撮影期間。思いは練習から一緒に頑張りましたからね、みんなね。やりがいもありますし、あとすごく楽しい分、なんか責任持たなきゃなって思う部分もありました。役者陣的にはいい感じのコミュニケーションが取れたんじゃないかなっていうのがありましたね。すごくみんなの絆も深まっていたので、決勝大会のシーンは本当にみんなで頑張って作り上げたシーンなので、何回失敗してもみんなで頑張ろうぜって言って励まし合ってやったシーンなので、本当にぜひ注目してみてください。僕らの関係性っていうものが絵にしっかりと映っているんじゃないかなっていう部分では、ちょっとドキュメンタリーっぽい、僕らが本当に無我夢中に走り切ったこの作品をたくさんの人に見ていただけたらいいなっていう気持ちでいっぱいですね。公開まで3週間を切ったこの日、やってきたのは愛知県大賀学園高校。全国大会を60回以上制した超名門です。この体育館に志尊淳と鈴木克弘が。緊張してきた。サプライズってことで緊張しますよ。 T 校のキャストが全国の強豪校をサプライズ訪問。フリースロー対決で T 校を応援していただきます。
素足不良ちょっとどうしたん急に。練習を終えた皆さんに集まっていただいたところで、いよいよ体育館へ。この後強川女子が大興奮。走れ T コーバスケット部、出演者の魅力が詰まったオフィシャルフォトブックが10月25日発売。映画と合わせてお楽しみください。名門バスケ部をサプライズ訪問。部員の反応は、二人の登場に大興奮。めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、パワーもらったんで、ビタカップで絶対優勝します。エネルギーと活気がものすごくてですね、なんか空気感がすごい T コーと似ていて、うわーって騒いで、ね、ちゃんとやるときちゃんとやるみたいな。いや高校生戻りたいな。さまざまな思いを乗せて、はい、映画走れ T コーバスケット部はただいま絶賛公開中です。今はただバスケがしたい、こいつらと。